auf die Volks- und Volkshofenkanal von Don Rico 44. Thank you.
칭하루. 유나다. 助かりました。 유나다. 유나다.
て、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て、危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。後でタカも手伝ってくれるよ。もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。Merci fürs Zuschauen und see you next time.
傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。
この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが八重、入れそうにないな。数日でしつらえたものならば、どこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ、敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。奥の守りは固そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野盗だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。